まあ、自宅は農業ですから、もういつもと昔と同じ、その手で植えたり馬で耕作する、その時代でした。母子家庭みたいなもんでしたから、まあ、おふくろが一生懸命、頑張って働いておりました。まあ、そんな中でお手伝いをしていたんですが、僕は次男坊なもんですから、東京に出てくることにしました。高校に行きたかったんですが、高校に貧しかったもんですから行けないんで、せめて夜学でもいいから働くことはね、小さい時から田舎の野良仕事を手伝ってやってましたから、全く違和感がないんで、要は学校に行かせてくれればいいということで、お米屋さんに就職をしました。クラスメートに非常に恵まれて、みんな働いて、無職誰もいません。全部みんな働いてましたし、それとみんなお互いに支え合うっていうのが非常によくできてた。もうやめようかななんて思う時もあったけども、そういう人はみんなで「おい、頑張れ頑張れ」というふうな形で支え合ったというのがね、非常に今でも印象に残るし、今でもそういった人とは数人とお付き合いさせてもらってますけどね。兄がね、出稼ぎで作業員としてやってたわけですよ。一緒にやらないかと、何としても手伝ってくれということで、たった一人の兄だから、じゃあ一緒にやろうということで始めた。一緒になる時に父親の反対がありまして、それでもうなんか反対されてももう行くとそういうふうにして出てきました。22でしたね。作業員がね、もう30人40人と言いましたから、俗に言う半端暮らしですよね。半端暮らしで転々としましたし、それで、あの当時はね、僕たちは始まったばっかしで、始めたばっかしで若いからね、やはり下請けがほとんどでした。テーブル飲食チームで仕事終わっていっぱい、あとは最高だったね。あんまり朝早く起きて、皆さんの何十人分っていう朝ごはんとお弁当作って、また日中は買い出しに行って、夜は皆さん帰ってくる前にお風呂洗濯全部やって、皆さんが入るお風呂ですねやって、ご飯を作って並べて待っている、で帰ってきた人たちから順番に食べて片付けて、もう寝るのがもう今日のうちっていうか12時前には寝たいみたい。でもそれが当たり前と思ってやってきたんですけど、今思えばそれが苦労だったんでしょうかね。うちの水道班がよそに負けずに、昼も夜も寝ずに頑張ってね、役所の要望に応えて次から次とやらないと間に合わないわけで、役所も昼夜昼夜昼夜で 1ヶ月で30日ぐらいは働いてましたね。お風呂場合は指導工事の方に入ったもんだから、1日に
下水で各家庭のマスをつけてくれる、つけるじゃないですか。そうするとね、すごくね、喜んでもらいました。10時のお休みの時間があるのは休憩時間、ビールが出てきます。お昼休みもビールが出てきます。3時もビールが出てくるんです。当時はそれくらいね、感謝されたんです。社長と専務って言ってももう名前肩書きだけで、もうみんな一生懸命働いてました。もうみんながみんなもう労務ですよね。一生懸命働いて真っ黒になって帰ってきました。バブルが崩壊する頃になったらね、集金ができなくなっちゃうんですよね。金もらえなくなって、何千万って足したら億単位の金がもらえなくなってたんじゃないのかな。集金に行ったら、あ、天馬君、君に払う金がないよ、それでおしまいですよ。もうね、殺すなら殺せと。お金の苦労はしましたね。回るのが大変、回していくのが、利益がないあれだったから、下請けだけではダメでしょっていうことで、だんだん元請けもしつつ半々になりながら、それで今があるような状態ですね。まあ、技術力を身につけろと、これは結構厳しく、しかもお金もかけて一生懸命やってます。いろんな研修をさせたりとか、今の時代これからはね、当然そういった技術力を身につけていかないと太刀打ちできなくなっていくということがありますから。それと労働力もね、若い人の労働力も少ないから、やっぱりそれはできるだけ、みんなに技術力を身につけていこうと。今日の作業内容教えてやって、全員に分かってもらって仕事を開始する。毎日やってると今日はこれやるんだ、今日はこれやるんだ、分かる。それでも知らない人を教育していくっていう、長くこういてくれるとその人のこと分かってくるじゃないですか。そうするとなんか家族的な愛情がそこに生まれてくるのかどうか、同じ釜の飯を食ってるんだぞみたいな、そういう感じですよね。盲導犬は特に、まあ、理事を、評議員理事ともう20年以上やってます。これはいろんな盲導犬に関しては視覚障害者の社会参加ということで、まあ、全国にいろいろこうつなぎを作って少しでも貢献しようということで、協会に関しては非常に一応啓蒙活動を含めて、募金とかいろんな形でやってます。50周年に向けて、私のまあ人生の区切りということでやるのに、たくさんの方がまあ来てくれて本当にありがたいなと思っています。これからも元気なうちはね、みんなとまた奉仕活動ないし仕事の方も少し口出しをしながら、もう2代目に渡していけるように頑張りたいなと思っています。今日は本当にそういった意味では参加してくれた皆さんには本当に感謝しています。